どうもこんにちは、クロネタです。ポケモン不思議のダンジョン救助隊 DX 続きをプレイしていきたいと思います。さあ、前回はフーディンたちが戻らないということで、ダーテングが各救助隊の先鋭部隊を組ませて、グラードン討伐に向かわせたんですが、一体などどうなったんでしょうか。さすがにあのメンツでもね、伝説のポケモングラードンには勝てないんじゃないかなと、予想ではボロボロになって帰ってくるんじゃないかと思っているんですが、まあ俺たちは俺たちでね、救助隊活動を、進めていこうかなと思っております。ではでは、いつも通りですが、広場で準備をした後に、まあ、いくつか依頼を受けに行ってみようと思います。さあ、報酬をください。これは俺です。防御スカーフいいね。お、結構ポイント多いな。75ポケ200円と、あ、違うわ、75ポイント200ポケ。よし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 、これはなかなかいい依頼だったな。あ、もう疲れちゃうの。さあ帰って休もうぜと。じゃあまた明日。次の朝。はい、おはようございます。おっと、また地震だな。まあ地震が止まないということは、まだグラードンはやられていないということだね。本当に地震が多いね。いつになったら収まるんだろう。お、不思議だねが中に入ってきた。珍しいな。なんか広場が騒がしい。どうした。他のポケモンもたくさん集まってるみたいだし、とにかく広場行ってみよう。オッケー。あ、ハスブレロ。何があった。そう、それが。ん、お、奥に行ってみな。あ、あ、よ。あ、あー、予想通り。本当にボロボロになって帰ってきた。ダーテング。これはどういうことだよ、一体。地底のダンジョンでやられたのだ。まあ返り討ちにあったってことだね。う、あそこの強さ半端じゃねえぜ。グラードンに会うことさ、お前らせめてグラードンと戦えよ。会うことすらできませんでしたわって。もうあんなところにちょっと行きたくねえ。どうやら地底という場所は我々の想像をはるかに超えているらしいな。あ、この笑い声は、ケケケケケ。おー、お前どの面下げて戻ってきたんだよ。バカな奴らだな。初めからダメなのに無茶するからこうなるんだよ。お前捕まったんじゃないのか。ゲッケンガー、何やがる。風神たちを助けるために無茶をするのは当たり前だろ。ケケ、ほんと頭が回らない奴らだな。お前たちよりあいつらの方がまだ賢そうだな。あいつら、あの神草がやられちゃうなんてよ。相当きついであるよ。あのダンジョンに行きたい奴なんて誰かいるの。俺絶対無理。燃えやすいし、まあタイプ的にはきついだろうな。僕自信が嫌い。みんなやる気なくしてるぞ。これ見ろ、あいつらも自分の立場ってもんがやっと分かったみたいだね。ケケ。お前も諦めちゃうのかよ。俺も葉っぱのうちわが燃えちゃうから。ここにいるやつら燃えるやつ多いな。なんか対策考えてこいよ。ケケ、頑張ったかと言って必ずそれがいいとは限らないのさ。時に諦めることも肝心なんだ。我ながらいいこと言ったかな。ケケケケケ。ほんとあいつは邪魔しかしないな。おいらわかんなくなっちまった。おいらたち一体どうしたらいいんだろう。たとえ無茶であっても、フーディンを助けに行くべきなのかな。もうそんなの答えは一つだ。そうだ、やっぱりそうだよな。わかったよ、黒ネタ。みんな聞いてくれ。
俺たちは行く、フーディンを助けに。ウギギギ。まあ俺たちが行くしかないでしょう。知らないの俺たちのこと。あの後ろにいるゲンガーのせいでいろんな意味で有名にはなったと思うんだけどな。おお、有名だって。キューコン伝説で疑いをかけられた。それ知ってる。最近それで逃げ回ってたんだって。大丈夫なのか。見た感じ弱そうだ。失礼だなおい。進化もしてないけどね。確かに俺たちじゃ無理かもしれない。でもそれでも俺たちは救助隊なんだ。俺ら自然変動に苦しんでいるポケモンを助けたくて、そのために救助隊を始めたんだ。だから俺ら絶対にフーディンを助けたいし、最後まで諦めないのが俺たち黒ネタ団の誇りだ。けっけっけっけ。お前ら本当に賢くないな。いい加減みんな見習ったら。お、不思議団の言う通りだ。うん、怖がるあまりどうかしてたな。いいぞいいぞ。みんなやる気が戻ってきたな。大事なことを忘れてたな。僕たち救助隊じゃないか。誇りか。俺たちだって持ってるぜ、救助隊のプライドは。いいぞいいぞ。なんでこんな奴の言うことを納得するんだ。言っても帰るうちに会うだけなんだぞ。てかいつまでカメックスたち伸びてんだよ。お、そうか、その状態で言われてもな。お、起き上がった。まだ一回失敗しただけじゃないか。こんなところで寝ている場合じゃない。私もいじけてるタイムは終わりよ。諦めたらそこで終わりだしな。いいぞ。てかほんとこのメンバーと俺たち5人で行けば楽勝だと思うけどな。ゲゲゲ、お前らさっきと言ってることが全然違う。もうゲンガーも来いよ。絶対どっかに突破口があるはずだ。みんなで協力しちゃえばなんとかなるよ。救助隊同士みんな助け合って男女を突破するんだ。いっそのことみんなで行くか。この数だったら楽勝だぞ。ああ、お前ら正気かよ。痛みになっても知らないからな。ウケケケケ。ああ、またどっか行っちゃう。お前のおかげで大切なものをなくさずに済んだのだ。礼を言うぞ。みんな、私たち救助隊の底力を今こそ見せてやろうぜ。ゲンガーとか出てきて、吸ったもん出したけど、いよいよ地底のダンジョンに挑むんだな。出発は明日だけど、なんかワクワクしてるよ。とりあえず今日はダンジョンに行く用意しようぜと。準備ができたら声をかけてくれ。なるほど。結局俺たちだけなのか。まああいつらはあいつらでなんか手伝ってくれんのかな。まあアイテムも結構あるし、このまま向かってもいいか。準備 OK かい。バッチリ。そっか、バッチリか。じゃあとりあえず今晩ぐっすり眠って明日元気出発しようぜ。お、これはもしかして来た。また夢だ。さあナイト、いよいよ明日ですね。指定のダンジョンへ挑むのはなんだかすごそうなところだけど、平気かな。大丈夫、黒ネタさんならきっと大丈夫です。私も応援してます。頑張ってください。うん、ありがとう。ちょっと勇気が出てきた。頑張るよ。ところでサーナイト知ってるの？ん？指定がどんなところなのか。あー、なるほど。グラドンがどんなポケモンなのかを。いえ、残念ながら私には分かりません。
少しでも情報があればな、活用できたんだが、もしかしたら何か知ってて言ったのかなと思ったけど、いや私はただ励ましたくて、ごめんなさい。いや謝ることはない。励ましてくれただけ嬉しいよ、ありがとう。でもただ一つ、お、わかることがあります。あなたの役目が少しずつ終わりに近づいています。え、あ、そうか、地震の原因がグラウドンってことは、まあグラウドンを倒す、もしくは説得することができれば、まあいわゆるストーリークリアってことだもんね。意外と終わりが近いのか、自分の役目が終わりに。あなたはある役割を追ってポケモンとなり、ここにやってきました。前に言ってたな、グラードンを止めるのが俺の役目なのか、その役割もとうとう終わりに近づいているのです。教えてくれよサーナイト、役割って何なの、どうして自分はポケモンになったの。それは時が来れば、今度の冒険が終わればお話できると思います。ではまた。いやー、終わりが近づいてる。次の朝。はい、おはようございます。これ次の地底のダンジョンがラストダンジョンになるのかな。てんてけててん、マグマの地底行きますか。出発、ポカポカポカ。出てくる野生のポケモンも強いと思うんだよな。ここか、グラードンのいる地底は。なんかところどころ溶岩が流れてるし、この感じだとダンジョンの中も相当熱そうだな。他の救助隊もそれぞれ潜ってるはずだ。俺たちも頑張っていこうぜ。なんで一緒に行かないんだ。バラバラで突入しても意味ないと思うけどな。マグマの地底地下1階と。早速寝てるな。これ誰だ、サンドか。うーん、剣の舞噛みつく、もういちょ。あー、この火力が出れば倒せるか。やめて、バカ野郎。剣の舞噛みつけ。140耐えるのかよ。お、いいぞ、仲間増えるのかけど、レベル24。あ、でもそこまで高くないんだな。よし、投げ物アップ。ゴローンの石とかの火力が上がるんだったかな。電光石火、よし。さあ人手間、よし。さあ仲間になってくれ。レベル26、いいぞ。スゴ技一矢報いる、なんだったっけな、前に出会ったことあったな。助けに来たぞ。エリンゴをあげる。よし、レベルを29。やはりレベルが足らないか。投げ物アップか、なるほど。金を取って助けに来たよ。リンゴがなくなっちまうよ。お、レベル28、いいんじゃないか。よし、回避のリズム、回避率が上がるとかだったっけか。あー、まあ助けておくか。レベルは26、なかなかいいね。よし、治癒力自慢。あ、なに、メンバーがいっぱいだと。あ、限界あるんだ。1,2,3,4,5,6,7 匹。あ、8匹が限界なのか。ちょっと悪いけど、ここがゴローンと別れよう。
あ、いいです。ごめんね、ゴロン。そうか、限度はあるのか。わあ、多いな。まずはお前からだ。剣の舞、噛みつく。よし。お、サイドン。レベル 42?40 超え出てくんのかい。いや、でもこれは心強い。ただメンバーがいっぱいか。踏みつけ、乱れつき、なし崩し、ロックブラスト、強いな。となると、サンドが役割かぶるか。ちょっとお別れかな。申し訳ないけど。ありがとう、サンド。来てな。剣の舞、噛みつけ。よし。アイテム取れるか。よし、取れた。お、アイテムあるな。回復リボン。あー、持ってるな。あー、2個目を持っといても、損ではないか。ちょ、取っといて。ポカポカポカ。お!あ、やっと中間ポイントか。ちょっとアイテム整理します。はい、準備整いました。では、先を急ぎましょうか。あと何回あるんだろうな。マグマの地底最下層24階。お、階段すぐ近くにあるじゃない。岩ワーク多いな。あれ全部岩ワークでしょこれ。今のうちに入っちゃおうぜ。ワンチャン倒せたらいいぐらいのレベルで。あ、ナイスナイスです。さあ先に急ごう。ポカポカポカ。マグマの地底最下層地下25階。わたっこはいいかな、助けなくても。ここに来て救助隊ならぬ行動をしておりますが、まあ多めに見てください。お、ハガネール。あー、でもタイプ相性的にはあんまりか。経験値だけもらっておこうかな。でけえなおい。よし、なんか来てんな。いわーく、お前か。パパカタ。でかいんだよ、お前たち。ナイス。よし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 。どんどん来るな、おい。電光石火。パパカタ。もう一丁。よし。ナマシンガン。いいよいいよいいよ。いいぞ。あ、あ、大丈夫?大丈夫ね。電光石火。よし。このアイテムは?マッハリボン。これ何これ。素早さが上がる。あー、そこまでかな。うん。いやーごめん、倒れてるわたっこはごめん。リンゴはあげない。あー、あげない。先進む。あ、到着。助けてもよかったかな。ここはどのあたりかな。だいぶ深いところまで来たはずだけどな。ち、地震だ。グラードンがもう近くにいるってことかな。お、あそこに。バンキラス・リザードン。フーディンはどうした。どうしたんだ一体。グラードンにやられたんだ。まったく情けねえぜ。そうだ、フーディンはどこに行ったんだ。フーディンはまだグラードン戦ってるはず。何、なんとか助けに行きたいが体に力が。そのネタ急ごう。オッケー。気をつけるんだぞ。あとは任せろ。俺たちも回復したらすぐに。あ、フーディン大丈夫か。下がっておれ。この敵はかなり厄介だ。ついに来るのか。来るぞ。
しかして、やられちゃったのか。おおお。くそ、今度は俺たちの番だ。でもただじゃやられない。うわー、出てきた。でけえ。あなた頑張ろうぜ。行くぞ相棒。ここまでいろんな戦い乗り越えてきたんだ。お、ひでえがず、な、大地が激しく揺れ動く。何？え？あ、なんかバラバラになった。天変地異が発生した。ダンジョンの裏にマグマが吹き上がる。大地が揺れて立っている場所が変わってしまう。さらにマグマに触れると炎タイプ以外のポケモンは躍動状態。何それ。あそこにいると食らうってことか。とりあえず、向き当たんねえけど、甘い香りを打ち、よし。当たんないけどね。いいぞ。もう一丁。人でまあそこ動いてほしいんだけどな。アブハンマー、あ、え、嘘。57!わ。あ、でも5ダメージなんだ。あ、とりあえず復活。よし。ちょっとやばいんじゃないこれは。アームハンマー格闘技だよな。これアブソル近づいてもやばくないか。だったらさらに甘い、ま、香りで回避率を下げ、技は疲れてる仕方ない。アブソル、なんでそっち行ったの。いいぞ。あ、いいよいいよいいよ。あ、いいですよ。人手間。お前はそこ逃げてくれや。さらに甘い香り。みんな攻撃当ててくれ。いいよ。いいダメージ出てるよ。あ、なんだ。あ、大丈夫。あ、なんかやられたな。ポコってやられたけど。アブソルト動かして、いいよ。もうやられても、回復してる、やればいいから、いいよ。マグマ広がっていく。もう一回甘い香りでさらに回避率を下げ、いいよ。ヒデリのおかげで火力が出るよ。吠える。なんだったんだ。いいよ。いけるんじゃないか。俺の位置が悪いんだよな。だったらやること変わんねえかな。甘い香り。こんなんでいいんだろうか。そこは届くんだ、電光石火。ホイール。あ、吹っ飛ばされた。まさかノックバックか。食う体力あるな。じゃあね、電光石火弾ける炎を、あ、倒した。あっけな。ただとてつもなく地味な戦法だったな。お、戻ってきた。フーディン、リザードにバンギャスも。でもこれは倒したってことでいいんだよな。やっとのか、グラードンを。大丈夫か。あ、平気だ。それより早くここを出よう。グラードンは大丈夫かな。心配しなくてもいい。じきにまた目を覚ます。眠りを妨げられた怒りで我を失っていただけなのだ。眠りを妨げられた。ということはゲンガじゃないや、グラードンも地殻変動の影響を受けてしまった被害者。
真の敵はまだいるってことか。これでおとなしくなるだろう。また地震だ。じゃあグラハドン関係ないんだ。早く出るんだ。となるとグラハドンと対をなすポケモン海王ガーなのかな。こうしてグラハドンを沈めた黒ネタたちはウーディンたちと共に広場へ帰っていくのでした。オッケー、アブソルはマグマの地底最下層での救助を見事に成功させた。まだ敵はいるんだなぁ。あ、みんなありがとう。お金ありがとう。ごめんな、みんな戦ってくれたのにキャンプなくて。またどっかで出会った時には助けてくれ。いやでもパルシェン強かったなぁ。あ、サイドン、こいつ戦ってた。なんかずっとマグマの反対側にいたイメージがあったんだけど、こいつダメージ与えてたか？そして広場では、黒ネタたちまだかな？帰ってきました！やってやったぞ！すごいすごいぜ黒ネタ！あのグラドン倒したんだってな。すごいわあなたたち。見直しましたわ。地底でのことみんななんで知ってるの？確かに。お、フェリッパーさんが号外で教えてくれたんです。なんで地底にいたのに知ってんだ。ほんと強くなったな。大したもんだよ。まあこれが新たな戦法、回避率を下げまくる戦法だな。まともに戦ってね。昼間したり回避率下げたり。そんなんばっかだな。今後私たちと組まないか。これでもう誰もが認めたことになるな。お前たち黒ネタ団が一流の救助隊だということ。胸を張れ。不思議だね、黒ネタ。やはりようやくだね。逃亡生活とかいろいろあったけども、みんなに認められる救助隊になったぞ。なんだ、グラドンを倒した割には泣き虫なんだな。この光は？なんだ今のは。一瞬何か聞こえたような。気のせいかな。いえ、僕も聞こえました。誰かの声？ん？サーナイトだと思うが、この声以前聞いたことがある。この声は、確か。あ、そっちか。いたな、ネイティオ、そういえば。ネイティオ。そうか、テレパシーだ。ネイティオがテレパシーで呼びかけてるのだ。忘れてたわ。ポケモンたちに次ぐ、ポケモンたちに次ぐ。大変だ。空から。まさか。嘘でしょ。空から星が。空から星が接近してるのだ。ものすごく大きな巨大な星だ。星はまっすぐこっちへ向かってきている。これもしかするとやつか。今までたくさんの自然変動が起き、世界のバランスが崩れたのもこの星が少しずつ近づいてきたせいなのだ。このままだと大地に衝突し大変なことになる。なんとかしなければ。ネイティを教えてくれ。防ぐ方法はあるのか。空から隕石となると止められるポケモンって限られてくると思うんだよね。でグラードンがいたってことはあいつじゃねえかな。星の衝撃を防ぐにはただ一つ、出た！レックウザに頼むことだ。遥か天空に住む伝説のポケモンだ。レックウザに頼み天空から星を破壊するのだ。ただし
レクがものすごい上空に住んでいて誰も見たことがない。天空に行くにはどうすればいいのだ。私とフーディン2匹のテレポートを増幅させ、ポケモンを天空へ飛ばす。何その技術。しかしそこは雲の上の世界だ。飛ばされたポケモンがその後どうなるか私にもわからない。まあ行くしかねえな。おいらたちが行くよ。わしもお前たちしかいないと思っていた。しかしいいのか。何があるかさえわからない雲の上の世界だぞ。危険は生じた。みんなが平和に暮らせるのがおいらの願いなんだ。不思議だね黒ネタ、聞こえるか。ネイティオだ。これからテレポートを増幅させる方法をフーディンと話し合う。出発は明日だ。それまでお前たちは休んでくれ。最後に、危険な冒険だが頼む、頑張ってくれ。ってことは次のダンジョンこそラストダンジョンなのかな。雲の上でダンジョンって言えんのかな。はい、というわけでとんでもないことになりましたが、まあ、今度は天空に行って、レクーザに話をつけてくるということですね。まあ今までの流れからするとレクーザともバトルなんのかな。いや今回以上に長いダンジョンになりそうですね。まあ、とりあえず今回ここまでにしておきましょう。長くなってしまいましたが、うまいこと編集で短くしておきます。頑張ります。では次回もしかしたら不思議のダンジョン DX 救助隊 DX 最終回になるかもしれません。ぜひ見に来てください。チャンネル登録高評価もよろしくお願いいたします。ではご視聴ありがとうございました。